最近ほんと冷えるよな。早くベッド入ろっと。もう寝た？ まだ起きてるね。ねえ、ちょっと俺の手触ってよ。めっちゃ冷たくない？お風呂入ってもさ、手ってすぐ冷えてきちゃうよな。ああ、でもお前の手先ベッド入ってた割には冷たいね。寒い？足先と指先だけ冷える？ああ、そっか。前、なんだっけ。ああ、そう、末端冷え性だもんね。じゃあ、お腹とかあったかいのかな？ごめんごめん。手冷たくてびっくりしたよね。ああ、でも、お前のお腹あったかかったな。ね。もうちょっと触らせて。ね、いいじゃん。ちょっとだけ。お前も俺のお腹で手温めんの？いや、それは無理。だって冷たいの、やだもん。わ かった。じゃあ、ここは公平に、じゃんけんで決めよう。勝った方が、相手のお腹で手を温めることができる。いい？ じゃん。俺の勝ち。よし。触るよ。おい、なんで抵抗すんの？負けたくせに。なに？何回勝負するか決めてなかった？ ずるいな、お前。いいよ。俺優しいから3回勝負ってことにしよう。さっきのが1回ね。じゃあ、2回目。じゃんけんぽん。あ、俺負けたじゃん。やばい。し、じゃんけんぽん。やったかった。3回勝負にした意味なかったね。悔しそうな顔して。じゃ、遠慮なく触りますよーと見せかけて、こっちょこ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 ちょ。ねえ、お前くすぐるの弱いもんね。ほらほら、もっと。ほら、これこちょこちょ。え、こちょこちょ。こちょ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 。こちょ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 。こちょこちょこちょ。ねえ。元気出た？だってお前今日ずっと元気なかったでしょ。家帰ってきた時、顔見てすぐ分かったよ。多分仕事でなんか嫌なことあったんだろうなーって。いや、なんで謝るの？お前は何も悪くないでしょ。別にさ、無理やり話聞き出そうとか思わないし。言いたくないなら、黙っといていいけどさ。でも、無理だけはしないで。俺の前では、何も隠さないでいいんだよ。頼ったり、
甘えてくれるのも大歓迎だし、どんなことでも、どんなお前でも、俺がちゃんと受け止めるから、安心して。ん？牛する？いいよ。おいで。ありがとう。お礼の言葉よりお前からの銃が欲しいな。してくれるの？もう一回して。いっぱいギューってしたくなる。ねえ、ほら、俺の手だいぶあったかくなってきたでしょ。これならもう触られても嫌じゃない？よかった。じゃあ、今からお前のこといっぱい可愛がってもいいかな？そのキスは、オッケーってことね。ずるくない、ずるくない。